売国自民党ニュース。萩生田ゆり子、小池ゆり、売国自民党知事、たくさんの悪事が晒されました。まず、東京の52区、市、町村の首長に小池ゆりが踏み絵を踏ませた事件です。小池ゆり、嫌だと反抗した首長に対しては、小池部屋の相撲取りが突っ張りで脅したと噂されます。市民団体が東京地検に小池は公務員の地位を利用した公選法違反だとして告訴をしました。そして蓮舫さんが討論会で追及していた裏金問題です。小池は三井不動産など利権と引き換えに政治資金を受け取っていました。討論会で蓮舫さんが追及してもぐずぐずと答えなかったですね。犯行がバレても嘘を突き通す。いつも小池ゆりはそういうおばあさんなんですね。小池ゆりが都庁役人の三井不動産への天下り隠していたことがバレました。役人に天下りを許してそれによってって名付けて小池ゆりは都庁で独裁体制をとっているんです。小池ゆり、本当に、豚うんこの悪臭がする女、豚うんこの悪臭なんて嫌ですね。小池ゆりの醜い顔、利権に歪んだ顔を見てください。名前を言うけど息子かな、助けてあげたい親心、危ない危ない、それは詐欺、出てはいけない、その電話聞いちゃいけない、その話、電話はいつでも留守番電話、必ず確認合言葉、お金は絶対渡さない、送らない、はあ、どうさぎの先の詐欺音頭、どうさぎ音頭で詐欺音頭